L375S 担当。今回ね、エンジンオイルとオイルエレメント交換していきます。で、オイルね、入れるところ、で、見るとこ、ゲージ。投げてね、オイル抜いていきます。投げて、運転席がですね、ドレーン14。で、エレメントね、レンチが、ね、入らないのでね、このバーね、外します。14。こっちをね、緩めて、手前を外して、よいしょ、もうちょっとですね、よいしょ、まあ、こんな感じでね、避けます。まあ、そうするとね、レンチ入ります。カット。よいしょ。よし。よいしょ。じゃあね、オイル抜いていきます。まあ、こんな感じで、これでね、ちょっと30分ぐらいね、抜いていきます。30分ぐらいね、経ちました。オーリングね、オイル塗ってね、で18でね、締めます。で、締まってるかね、確認だけします。で、このバーはね、一番最後にね、締めます。で、ドレーンですね。この間ね、20パッキンありました。まあ、パッキンね、外して、さらに変えてね。で、取り付けるんですがね、ダイハツね、ボルト硬くてね、オイルパン弱いのでね、ちょっとね、手でスルスルね、ボルトが入るかね、確認して。硬い場合ね、一旦ね、ボルト変えてください。で、35でね、締めます。で、ここはね、締め付けずね、確認だけしてください。下ろしてね、オイル入れていきます。オイルね、2.8 ぐらい入れます。ちょっと上なのでね、これでいけると思います。
30分ぐらいねエンジンかけます。今回ねタイヤとかねもう事前にね交換したりとかねしてるのでエアとかね省略します。30分ぐらいね経ちました。上げてねオイル漏れ見ていきます。オイル漏れね大丈夫です。でオイル漏れね確認してからねこのバーね締めていきます。で大体ねネジ穴ね位置合わせてください。OK です。ちょっとね 2,3 分置いてねオイルの量を見ていきます。オイルの量ね 2.8 でねちょうどです。今回ねエンジンオイルとねオイルエレメント交換していきました。いつもねステを外さずねやってるんですけどね今回ねステをね外してエレメントね脱着していきました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。